こんにちは。この花の寒月です。今日は前回トルソーに着せた花襦袢を実際に着ていきたいと思います。はい、それでは早速着てまいります。花襦袢を羽織っていただいたら、ですね、まず背中の紐ですね。宮津口に入れてください。ここですね、宮津口に通してください。はい、そして襟の、抜き加減を決めていきます。今回ね、接着芯作りましたので、そこ持って引っ張っていただいて、襟をお好みの形に抜いてください。はい、そしたら宮津口から内側に入れた背中の紐をですね、胸の下あたりで蝶々結びでいいです。ギュッと結ばなくても大丈夫です。こちらでここの襟がきれいに固定されます。はい、そしたら前なんですけれども、襟をかぶせて、この紐ですね、前につけた紐を四つ口から出して、襟をここですね、ちょっと深めにかぶせるときれいに切れます。はい、かぶせて紐を背中側に持っていって、前で結んでください。はい、そしてあとはシワをこう脇にね、全部集めていくんですけれども、こちらの花襦袢ですね、シワを脇に全部、背中のシワとかを全部集めてですね、ちょっと縦に引っ張ってあげると、ここに綺麗なラインができるんですね。で、これ作っておくと着物着た時にすごくすっきり着ていただけます。これがちょっとコツですね。はい、で一応こちらが完成なんですけれども、夏の暑い時はね、もうこれの上に、浴衣を夏着物として着ていただいてもいいし、夏着物を着ていただいても大丈夫です。で、よりですね、綺麗に着たい場合に必要になるのが伊達締めだとか、こういう伊達紐ですね。実際伊達紐で押さえておくと、こういうふうにして押さえておくと、ここのラインが綺麗なんですね。やっぱ崩れないです。で、ここもかなりピタッとフィットして着ていただけるので、より着姿をね、綺麗に着たいという場合は、伊達締めか伊達紐を上から使ってみてください。はい、花襦袢の着方はこちらで完成になります。普段着物の下にぴったりの花襦袢をご紹介いたしました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。